全国には一般の人が乗れない鉄道が数多く存在します。それは働く列車。本日の乗れない鉄道は、私たちが眠りについた頃、モノレールの安全を守る専用車両。それでは皆さんもご一緒に見たことのない鉄道の旅へ出かけましょう。乗れない鉄道に乗ってみた。東京。都心と羽田空港を結ぶ東京モノレール羽田空港線。モノレール浜松町駅から羽田空港第二ターミナル駅までの 17.8 キロの道のりを走ります。本日の主役はそんな東京モノレールの安全を陰で支える車両。普通工作車 DE42。真っ黄色なボディが特徴のこの車両ですが、一体何の作業をする車両なんでしょう。この道42年、工作車作業の監督指揮を取る相原さんに聞いてみました。この車両は、線路ですね、点検する、それと補修をするための車両です。モノレールは2本のレールで走る通常の鉄道とは違い、レールは1本。日本にはレールの上にまたがる小座式と下にぶら下がる懸垂式の2種類があり、東京モノレールは小座式。高いところでは地上からおよそ18メートルの高さを走るため、レールの点検作業は危険と隣り合わせ。車内には高所での点検作業を安全に行うための工夫が。車体の床にある2つの扉、覗いてみると、これ走行するレールの側面だ。外から見ると、今いるのはちょうどこの部分。ここでは主にレールの側面の部分に不具合がないかを確認し、修復を行います。さらに車体の前後にもレールを点検できる場所が。こちらは主にレールの上側をチェックします。さらに運転席には小さなモニターが3つ。こちらはモニターになってまして、真ん中のが後ろが映ってます。で、両側ここの側面作業台の中の作業が見えるように。
この工作車が常駐するのは昭和島駅の隣にある昭和島総合センター。ここには他にも東京モノレールの安全を陰で支えるさまざまな車両や設備があります。例えばこちらの車両、何の作業をする車両か分かりますか？まあ、動かない車両があるんですけど、それを連結して小移動します。整備などの理由で自力で動かない車両を引っ張ったり押したりして動かす牽引車です。このマスキングテープが貼られた車両は現在塗装中なんですって。さらに他にもポイント了解しました。では6番線にポイント展開いたします。よし、振動上障害なし、よし、ラインライト、よし、6番線から9000、2500から9000、よし、でポイントがちょうど展開いたしますので、こちらで監視カメラで監視しながら点火を見守っています。そしてこちらの薄い青色の門のような設備はというと、なんとモノレール車両専用の洗車機。からの景色はというと、こうして東京モノレールを陰から支えてるんです。工作者の一日は終電直前の時間から始まります。1日におよそ400本もの列車が走る東京モノレール。そのためレールの点検作業は終電から始発までのおよそ5時間の間に行わなければいけません。操縦者1名、それと見張り員を兼ねた点検者2名ですね。3名体制で現場の方に行きます。この日点検を行うのは天王洲アイル駅からモノレール浜松町駅までに位置する区間およそ500メートル。終電後すぐに出発できるよう基地内の所定の位置にスタンバイ。
工作車のスタンバイが終わると作業員も準備を確実に行っていきます。あのフルハーネスをつけなきゃいけないので、ここに乗ってる分には落ちることはないんですけども、作業台に行くとやっぱり転落する恐れがありますので、さらに使う道具にも、まあ、あの点検工具にはですね、落下防止紐というのを取り付けて自分の手首に巻きながら落下しないように日々気をつけております。もし剥がれても引っかかるようにですね、あの全ての点検工具につけてやっております。そしてその日の最終列車が終わると、基地を出発し本線へ移動します。点検作業は時間との戦い。この日は3台の工作車が分かれて作業を行います。今回特別に撮影が許された東京モノレール工作車、その貴重な作業風景をご覧いただきましょう。それでは皆さん、乗れない鉄道東京モノレール工作車に乗っておよそ 9.5 キロ深夜の東京の街へ出発進行。昭和島駅を出発し、この日の点検箇所のある浜松町方面へ向かいます。
後ろからもう一台の工作車が。よく見ると下り線を走っています。下り線を逆走して追い越していく工作車。終電が終わった深夜作業でしか見ることができない貴重な光景。そして昭和島駅を出発して20分、いよいよ点検箇所に到着。今どうしても雨が入ってくるんで、そうです、はい、小雨が降り出したため急遽カーテンを閉めて作業に取り掛かります。この真ん中に見えるのが点検するレールの上の部分。すると一体ハンマリングというハンマーで叩く、で音の変化を確認する、それと、あと目視ですね、コンクリートに亀裂があったりしないか具合を確認しています。時速1キロぐらいのスピードでハンマリングしながら移動して、悪い箇所があった時だけ停止いたします。レール上部のコンクリート部分が浮いたり剥がれたりしてないかを熟練の耳で聞き分けます。異常な音がすると再度目視で確認。上は上側、今上側はちょっと音をおかしかったみたい。そして詳細を記録、後日修復作業を行います。
ところで、さっきから作業員の方が鳴らしているこのブザーは、要するに動かしていいですよというのと、時はピーピー2回、止まる時はピーと1回で、それに応募して運転手の方も同じ合図を送って、で走りますという、いう確認のための合図ですね。作業開始から2時間。今日の点検作業は終了。雨が本降りになってきました。点検作業を終えて昭和島駅に戻る工作車。今走ってるのは本来モノレール浜松町駅へ向かう上り線。普段私たちが乗車する時間帯では絶対に見ることができないとってもレアな光景です。じゃあ日報持ってきたら連絡ください。行きます。今日はこのまま終了して帰ります。で明日はまあ土曜日ですので土日は休みということでゆっくりさせていただきます。はい。工具を下ろし、ようやく工作車の一日が終了。日々路線の安全を守る隠れたヒーロー。東京モノレール工作車。今夜も私たちが眠りについている頃、人知れず東京モノレールを陰から支えています。